楽で旅をするチャンネル音旅、こんばんは、オガウェイです。ここでは私が見つけてきたレコードを紹介しています。今回はじゃん、アンディ・オト&F.S. ブランのエンタグルランドという2020年にリリースされたアルバムです。アンディ・オトというのはドイツ・ハンブルグを拠点とするアーティストで、弦楽器のチェロを改造したフェロと呼ばれる独自の電子楽器を演奏したりしてます。で、F.S. ブランというのはドイツ・ベルリンを拠点とするアーティストです。ギター、パーカッション、ピアノなど様々な楽器を演奏するマルチインストゥルメンタリストです。ニルス・フラムとコラボレーションしてたりします。で、このアルバムめちゃくちゃなんかおしゃれですよね。さすが、こんな感じで、ちょっとこう、こっちの方がよくわかるわ。ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、このカラーのこのデザインがあるベースにこう地図がこうあるんですよね。で、この地図がよく見ると、あ、漢字やと思って見ると、どうやらこう滋賀県の地図になっています。比叡山とかね、なんかそういう文字があります。滋賀県の地図です。楽曲の中にも雪山っていう曲タイトルのものがあったりして、ちょっとこうオリエンタルな雰囲気が漂ってます。ダウンロードコードもね、ちょっと可愛いんですよ。こんな感じで、だいたいなんかショップカードぐらいの大きさに対して、こうデザインもなんかこだわってるわけでもないようなカードにこう番号が書かれてたりとか、あのインナースリーブ、こういうところにシールで貼られているパターンが、ダウンロードコードが貼られているパターンが多いんですけど、ちょっとこれはなんかおしゃれですよね。裏にもこんな感じで、ポッドキャストのね、ちょっとあのフライヤーみたいになってます。さまざまな形でストリングスのサウンドがこう楽しめる彼ら2人のもう独自の世界です。では好きな曲をピックアップしていきます。まずは A2 のキラニという曲。これは映画音楽のような曲で、アコースティックギターから始まって、徐々にこうなんかベースのような、おそらくチェロかなって思うような、そういう演奏が入ってきて、でこう民族楽器のような音色も入りつつ、電子音も入ってきて、独特の空間を生み出します。不穏な空気がこう漂って、何かをこう思い詰めているかのような、映画とかドラマのワンシーンを見ているような気分になります。で、 A3 の雪山という曲、これは、まあ、雪山だけに私は、まあ、この、ね、カバーのデザインも滋賀県の地図やったんで、私はこう比叡山のこう雪景色を思い浮かべながら聴きます。比叡山にはこう天台宗の総本山の延暦寺があるので、その延暦寺で厳しい寒さに耐えながら修行をする僧侶の姿がこうなんか似合うような曲です。お坊さんが持ってるなんか鈴のような音色も入ってます。で、 B2 の Interstate Highway という曲、これはちょっとこう雰囲気が変わって、軽快なギターサウンドやその他のストリングスのサウンドがこう交錯し合って、でちょっとこう重々しさもあるダブです。で、 B4 の Long Way Home という曲、これは超絶チルアウトにぴったりです。屋外でちょっとこうまったりしたい時、ちょっとだけこうなんか体が揺れるぐらいな感じで、こうちょうどええような曲です。なんか夕暮れでもいいし、もしくはこうキャンプとかのこう夜明け前にこう焚き火しながら、もう疲れてぼーっとしてるような、そういう時間にこう流れてるとちょうどこう合うような感じで、曲を聴きながらそのまま椅子で寝てしまいそうな、なんかそんな感じです。で、 B5 の Caldera Bay という曲、これはスティールギターのような音色がこう潮風を感じさせる爽やかな曲です。海辺でのチルアウトにこうぴったり、こうすごい気持ちよさそうな曲です。最近やっとこう海に行き始めたので、
4月になって今年初のサーフィンに行くというね、今年結構寒かったのでなかなかこうサーフィンに行けずにひやっとこう行けるようになってきたんですけど、いつかこう晴れた日にこの曲聴きながらちょっとぼーっとしたいなと思います。ということで今回はアンディオと NFS1 のエンタグランというアルバムのご紹介でした。さまざまなストリングスが楽しめる2人の独自の世界です。ぜひ楽しんでください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録、そしてグッドボタンをお願いします。